シーズン3のデューク・エリントンに捧げた、A 列車にの A 列車じゃないに捧げた C 列車で超自然鉄の斉藤清六さんが顔を一回も映されなかったという怒ってたという回ですね。ある意味激怒ですよって言ってました。顔出すとね、演技しちゃいすぎんですよ、あの人とは。声だけで十分。C 列車で行こうと思ってました。